急を聞きつけたタークとジャノーがそこへ飛んできて、逃げてゆく野牛の群れを追跡したが、間もなく力投げに引き返してきた。ジャック、もうこれで今朝は帰るとしよう、と私は言った。ロバのやつは何かに食い殺されてしまったのだろう。ジャックはその時、何とも答えないで、野牛の寝そべっていた灌木林に入っていったが、お父さん、来てごらん、と言った。なんだ、子牛がいる。実際一匹の子牛が取り残されて、物に落ちたような目つきをして、私たちの方を見て立っている。かわいい目だね、お父さん。生け捕って連れて帰ろうよ。ロバの代わりに少しぐらいの荷物なら大丈夫、背負うだろう。私はポケットからワズナを出してポンとそれを投げかけると、逃げようとした拍子に縄はうまく子牛の頭に絡みついてしまった。子牛を生け捕った私たちはそのまま木戸に着いた。テントへ帰ってみると、我々を心配して待っていた妻は反対にどんなに喜んで土産の子牛を眺めたことか。もっとお土産があるんだよ、と私は言った。これからソリを引いていって運んでこなければならないんだ。朝食後、フランツを残した後の子供たちと私とはソリに乗せて野牛の袋を運んできた。お牛はまだとてもロバの代わりに荷物を負うほど大きくはなかった。仕方がないので私たちは思い立った数日の探検をここでひとまず打ち切っておいて、また機会を見て実行することにした。午後、私たちはテントを取り外し、重すぎるくらいの荷物を目牛に積んで木戸に着いた。道を海岸にとって歩き慣れているところをおよそ半里ほども来た時である。ターークとジャノーは急に一行のそばを離れて林の中へ飛び込んでいった。何事かと思ってその後について走っていったフリッツが、お父さん、お父さん、と言って林の中から呼びかけた。私は走り出した。アーネストとジャックも駆けてきた。行ってみると忠実な2匹の犬はまるで踊りでも踊っているもののように1匹の動物の周りを飛び跳ねている。なんだ、どうしたってんだ、と私は呆れて立ち止まった。うちのロバがいたんだよ、とフリッツも呆れ返ったように答えた。私たちは吹き出してしまった。こうして逃げたロバは見つかったけれども、私たちはそのまま鷹の巣へ引き返すことにした。途中の草むらの中でフリッツは一匹のワシの子を捕まえてきた。この猛鳥は子供のうちから気性が荒い。爪で引っかいたり、くちばしでつついたり、羽を広げてバタバタしたりして、なかなか言うことを聞かなかった。どうかして手なずけて育ててやろうと思ったフリッツも、しまいには腹が立ったらしく、いきなり首をひねろうとした。よせよせ。私は言った。とにかく袋の中へ入れて持って帰りなさい。少しすると気が静まってだんだんと慣れてくるから。一夜を自分たちで寂しく過ごした家畜どもは、我々の帰ったのを見ると、泣いたりうなったりして喜びの心を表した。太陽は海の彼方に沈んで、しばらくは赤々とした夜光が空を染めていたが、やがて夜の帳は引き下ろされてきた。その時、我々の木の間の住まいからはろうそくの光がちらちらと漏れ出したのである。私たちは旅支度を取って部屋に上がっていった。第九章、越年、年越し。もうやがて来る冬季の準備に取り掛からねばならなかった。私たちは探検や狩猟に出ることをやめて、毎日毎日そのために働いた。第一に鷹の巣をもっと完全に雨や風をしのぎうるようにしなければならない。それから家畜どものために、ことに狩りに出た時生け捕ってきた野牛や山犬やその他のもののために、もっと小屋を建てましてやらなければならない。難波船から持ち運んだ材料はセーフティーベイから鷹の巣に運ばれた。幼いフランツまで毎日仕事に出ているので、思ったよりは早く何事も進捗していった。丸1ヶ月過ぎて準備はあらかた整った。次に私たちのしなければならないことは、島で生け捕った野獣や小鳥を手慣らすことであった。
オウムは一番早く懐いた。一ヶ月と経たないうちに我々の言葉を覚えて、朝起きるとおはようと言って挨拶するようになった。一番慣れないのはわしの子であった。フリッツは幾度か癇癪を起こしながらも、しかし根気よく毎日毎日手なずけることに骨折った甲斐があって、だんだんとおとなしくなっていった。時々雨の日が来るようになった。冬は近づいたのである。私たちが探検しえなかった島の大部分には、もしかして獅子や虎やゴリラやその他の恐るべき猛獣がいないとも限らない。冬季になって食物に困るような場合には、あるいは我々を襲ってきて牧場の家畜や、ことによると我々自身をまで奪おうとするかもしれない。この考えは一番私たちを脅かした考えであった。私は船から持ってきた武器を皆出して部屋の片隅に並べ、火薬や弾丸もできるだけ完全に保存しようと苦心した。ある朝のことである。私たちは異様な叫び声によって夢を破られた。巣はこそ猛獣の襲撃。今の今心配してその防御策に不信している矢先へもうやってきたのか。獅子かしら、野牛の群れかもわからない。ゴリラだろう。私たちは顔を見合わせてしばらくは立ち上がらなかった。叫び声はまた聞こえた。そればかりでなく、今度はすぐ近くの林らしい。私は銃を取って立ち上がった。フリッツが後からついてきた。タークとジャノーとは牧場の端で、敵が来たら一噛みとばかり待ち構えている。叫び声は林を抜けて我々の方へ刻一刻近づいてくる。リズメの音から判断するに、10匹以上の猛獣が一塊になってやってくるに違いない。私たちはその姿が現れるや否や一斉射撃を浴びせかけようとして待ち構えた。その瞬間、しかし我々の目に映ったのは意外にも我々のロバであった。と思うと、その後からぞろぞろと彼の仲間が駆け出してきたのであった。野生のロバだと私は言った。フリッツ、早く行って綱を持っておいで。野生のロバの一群れは我々のロバに導かれて牧場の入り口まで来ると、そこへ一塊になって立ち止まった。そして不思議そうに辺りを見回し、すでに私の姿を見つけて目をくるくるさせているものもある。私とフリッツとは綱を持って遠巻きに彼らを囲み、やがて立ち木を利用して完全に彼らを縄張りの中へ入れてしまった。それと気がつくと彼らは騒ぎ出した。逃げ出そうとした。しかし四方八方どこへ行ってみても出口などあるはずはない。アーネストを先頭にして皆はこの珍客を見ようとして柵の周囲に集まってきた。こうして私たちは意外な獲物をした。ヤロバの一群れはそのまま我々のロバと一緒に牧場で使用することにした。冬季はやってきた。私たちは外へ出ても遠くへは行かず、ニップやオウムを相手に遊んだり、夜はろうそくの光で思い思いの仕事をした。私は島へ上陸してからのことを記憶をたどって日記にしたためた。妻は子供たちのために着物を縫い、靴下を編んだ。アーネストは動物の写生図を毎日制作するし、フリッツは幼いフランツに読み書きを教え、またジャックのためにもおさらいをしてやった。雨は絶えず降っている。しかしそれは長いことではなかった。太陽はいつか密雲を破って姿を現し、雨は止んだ。待っていた春は回ってきたのである。小鳥の群れは歌い出した。そよそよと暖かい風が吹き出した。地上にはおびただしい草の芽が燃え出してきた。私たちも巣を出て辺りを歩き回らなくてはいられなくなった。ある日私はテントルームの方はどうなっているかと思って見に出かけた。橋は無事であった。山犬川の水が増して勢いよく海に注いでいるにもかかわらず、少しも壊れていなかった。ヨットもつながれたまま、波にも砕かれずに残っていた。
おそらく岸辺の岩陰にでも冬ごもりしたのか、アヒルやガチョウも水に浮いて楽しげに泳いでいた。しかしイカダだけはバラバラに砕かれていた。数日後、私は再び住まいを変えようではないかと家族の者の前で言い出した。というのは、冬の間は樹上の住まいは不便極まるものであることがしみじみ分かったからだ。あれほど手数をかけて壁を作り屋根を拭いたにもかかわらず、春の光が来るまでには風や雨のたびに苦しまねばならないまでに打ち壊されてしまっていたのである。岩窟の方がいい、とフリッツは言った。私たちの意見はそこに一致した。次には場所の選定だった。しかしそれはわけなく決定した。鷹の巣とテントルームの間に暗いするところに、そうしたところがあったのである。私たちは道具を揃えて出かけた。かなりの広さの平面になったくぼみをよく地ならしして、その一方に支柱を置き、そして入り口を作って、さらに大岩の下部を掘りうがっていこうというのである。それはなかなかの大仕事に相違なかった。ところが天の恵みと言おうか、地の助けと言おうか、とにかく我々が一生懸命で10日間働いた時のことである。ジャックが1階の岩石を掘って、それを取り片付け、さらにその下を掘ろうとして鉄土を打ち込むと、一つの穴を突き抜いたと同時にバラバラッと岩石が崩れ落ちて、彼の前には大きな洞穴ができた。お父さん、来てごらん、と彼は驚きの表情で言った。フリッツと私とは、それがただ岩と岩との間にできた隙間ぐらいのものでなく、もっともっと大きい洞穴であると判断したのである。それは誤らなかった。試みに石灰を投げてみると、ゴーンという音がした。私たちの喜びは例えようもなかった。フリッツとアーネストはさらに傍らの石灰を取り除けて中を覗いてみた。真っ暗だ、何もわからない。私たちは今まで掘り進めたとは別な側面に穴をうがって洞穴の入り口をつけた。火を灯して中を見ると、おお、私たちの驚きはどんなであったろう。キラキラとまるで数知れぬ星の輝きのように、壁という壁が反射するではないか。ほうと私たちは幾同音に驚嘆と驚愕の叫びを上げた。それは潮の結晶であったのだ。私たちは内部へ入ってみた。そこの地面はカラカラに乾いているし、洞穴の広さといい高さといい、人の住まいにはもってこいの場所であった。次の日から私たちは鷹の巣からあらゆる家具を運び、さらに洞穴の中を整理して、別に炊事場や内部を乾燥させるための暖炉などを作り、やがてすべての準備を終わると、一同でこの新しい住まいへ引き移ってきた。ニシンの大群が押し寄せてきたのはそれから間もなくのことであった。とある朝のこと、ふと海上を見ると、ただならぬどよめきとともに一種の不可思議な波が立っている。その竜巻のようなものはだんだんと私たちのセーフティーベイへ近づいてきた。私たちは岩の上に立って、その正体を見届けようとして待っていた。岸辺に近づくに従って、それがニシンの大群であることが分かったのである。それと知ると、我々はカゴを持って海岸に降り、そして彼らを救い取りにかかった。瞬く間に大きな樽へ一杯、そして二杯、再現もなく取れる。それを皆塩漬けにして樽を密閉した。やがて二三日すると、今度はアザラシの群れがやってきた。この動物の皮がどんなに有用なものであるかは誰も知っている。私たちは家族総出で取れるだけ取った。タークとジャノーも大喜びで海で働いた。海に陸に、春は豊富な恵みを私たちに与えてくれるのであろう。海で働くと、今度は陸へ上がっていろいろの新しいものを発見し、収穫し、また心を楽しめるのであった。ある日のこと、アーネストと私はバレエ所の畑を越えて、ずっと向こうまで行くつもりで草むらを分けて歩いていった。15分とは経たないうちに、
私たちはじめじめした沢地に達した。見ると稲が生えている。名の知れない赤い茎のヨシのようなものもある。その中に混じって草イチゴがもう真っ赤な実をつけているのには少なからず驚かされた。さらに少し行くと我々の前には沼があった。静かな青い水面には水鳥が静かに泳ぎ回っている。その時ジャノーは突然岸辺の草むらに飛び込んだ。出てきたのを見ると何かしら口にくわえている。それはカワウソであった。